自然療法チャンネルの森ですえ今回は私はミニマリストではないですがバックパッカーとの共通点というのをやっていきたいと思います、えー、ミニマリストには憧れてますが私はたくさん荷物持ってると思いますというのは趣味がえ登山それからロードバイクです、あのーまあ、他にもマラソンやったりとかいろいろするし 読書も好きです映画も好きですしあの、まあ、いろんな趣味があるんですけどあの登山でもあの沢登りといってその、まあ、水の中を沢の中をずっとこう登っていく、まあ、その時滝が出てくれば滝も登りますそれからあの春先はクライミングもやりますそれからあの山スキーっていってあの雪山を歩くスキーで登っていく あの登山もします、まあ、登山って一括りに言いますけど、えー、いろんな携帯があるんで、あのー、その携帯携帯っていうか、まあ、沢登りなら沢登り用の靴とか装備もありますし、えー、山スキーだったら山スキー用のスキ,、あのー、スキーとか靴とか一式があるんであの超荷物持ってますですからあのミニマリストとは全然その違うとは思うんですけど あのもともと私は20代の頃バックパッカーに憧れててあのバックパック1つで旅をしてました、まあ、バックパッカーってあのご存じない方もいるかもしれないんですけどそのテントだとかあのコンロだとかその食器食器って言ってもあの、まあ、アルミでできてるようなものですねあの寝袋だとか要は生活道具一式を背負ってあの。 まあ、私の場合は山に行ってたんですけど山に行って泊まってっていうのをまああの繰り返しながら旅をするスタイルですねであの,背負えるものしか持っていけませんあ,の、まあそれはそうだと思うんですね山に、まあ、その手にぶら下げてなんていうことはしないので、まあ、リュックの中に全部入れてあの生活道具意識を背負ってまああの寝泊まりをしますですから あの体力に見合わないその重さのものは持てないのでやっぱり減らさざるを得ないですねでここで一つその大事な考え方があって安安心と安全はやっぱり反比例しますであのこれ持った方がいいかなあれ持った方がいいかなっていろいろ心配だから持つとですねあの重くなりますで2 0キロ3 0キロって重くなってくるとあのそれだけ自分の 体力、まあ自分を苦しめます。ですから安全性は下がります。ですから安心のためにいろいろ持っていくと安全は下がります。えー、ですからあのまあ例えばその私の場合は滝を登ったりするんですけど、あの滝を登るのにあの重い荷物を持ってそのクライミングはできないですよね。ですからあの極力その軽くしていきます。 あの重くすればその滝から落ちるかもしれないのでやっぱりこの安全性は減りますよねなのであの安心のためとか快適さを求めてとかいろいろこう持つとですねやっぱりその安全じゃないんですねだからあの減らさざるを得ませんで、まあ、部屋の、まあ、家に帰ってきてね部屋の中を見るといろんな装備がありますじあの部屋の中に自転車も置いてあります あのロードバイクはやっぱり外に置いてると盗まれちゃうとかありますからあの部屋の中もごちゃごちゃしてるのでミニマリストとはもう本当にかけ離れてるんですけどその先ほども言ったそのバックパッカーっていうのはその背負えるものだけで全部対処しますんであのそういう意味ではミニマリストと、えー、共通してる部分があるかなと思います今日はそ,そんな話でししたた、えー、かったらチャンネル登録お願いします。